南口川間駅は、千葉県の田市尾崎にある、東武鉄道の田線の駅である。駅番号は、TD13。千葉県の最北端に位置する駅である。江戸川と利根川の間に位置するところから、1889年に、旧中里、東金の井、船形、尾崎の4河村を合併した折に、東葛飾郡川間村と命名され、1957年に、 野田市に編入された。駅ができたのは1930年で、駅名は旧村名が活かされて命名されたとされる。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅の南北を連絡する地下道の中間から階段を登ったところに駅舎があり、駅舎からは船橋方面にホームが伸びる形態である。開業当初は改札内に組取式トイレが設置されていたが、 1993年頃より、推薦式トイレになり、以降は改札外に設置されている。その後は2010年度に、エレベーターと多機能トイレを設置し、駅構内のバリアフリー化が図られており、2015年度には、北口駅前広場が整備された。駅構内の店舗には、改札外に、ミニストップ側間駅前店、日本海、昭屋側館店、鹿、ベーカリーカフェなどがある。 2020年度の1日平均乗降人員は13,136人である。野田市内で最も乗降人員が多い。近年の1日乗降乗車人員の推移は以下の通り。駅周辺は東武鉄道の開発によるものも含めて住宅地が広がり、また関宿地区方面への玄関口の一つでもある。北口駅前には、 千葉県道194号側間停車場線が走り、さらに北側に国道16号、千葉県道17号欠場の打線が走る。西武大千葉中学校、高等学校側間郵便局駅出て、すぐにタクシー乗り場がある。南口駅前ロータリー、千葉県立関宿城博物館北口には野田市関宿地区。 茨城県佐島郡境町方面への路線バスが南口には野田市、コミュニティバス、エバスが発着する。ありがとうございます。